どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、いよいよやってまいりました、第9回ネタレッキ選手権。ネタレッキ選手権とは何か。普段誰にも注目されないカードやコンボを披露する大会でございます。すでに8回ほど開催されている本当に人気な企画となっております。相手の動きやねコンボを見るのが目的でございますので、勝つことが目的ではございません。デッキは視聴者さんのデッキと私のデッキ全9デッキがエントリーをしております。動画は3本になる予定でございます。最後の動画の概要欄に投票フォームを貼りますので、ぜひ気に入ったデッキにご投票をお願いいたします。デッキレシピなど知りたい方はぜひディスコードへどうぞ。それでは第9回ネタレッキ選手権デュエル、スタンバイ。さあ、いよいよ始まりましたネタデッキ選手権。めちゃくちゃやべえデッキがねたくさん見れると思いますので、ぜひ皆さん最後まで目を離さずにご覧ください。ちなみになんですけれども、コンボパーツが集まるまでは基本的に早送り、それからまあカットなどなどね多用してご紹介していく所存でございます。カードをデッキからなんかいっぱい引いてるシーンを、たくさん見てもつまんないとは思うので、今回は基本的にネタレッキ選手権を披露するために相手のデッキ、これですね、相手のデッキは、このネタレッキをサポートするデッキを組んでまして、例えば強欲なかけらとか、相手に2ドローさせるカードなんですけども、ああいうのとか、あと、無限の手札とか、どうすけタイムカプセル3枚、無限の手札って言って手札の上限枚数がなくなるっていうカードとかを発動してもらって、こっちのコンボパーツを、揃えるためのお手伝いをしてもらうっていうね、そんな感じで、やべエースモンスター来ちゃったエースモンスター来ちゃった、そういうね感じになってますんで、最後までね、その辺ちょっとご了承いただきながらご覧いただければと思います。早速ですね、ちょっとコンボパーツ揃うまでカットし、カットっていうかまず早送りします。きた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 、完璧だ、手札やべえことになってる。そして強欲なかけらの効果を発動、強欲なかけらの効果を発動、しゃー、いくぜ。ちょっと待って、どこどこ、これごめん見えねえ、どこにカードがあるか見えねえ。謙虚な万平の効果を発動、これで飛行エレファントをデッキに返して、そして手札からマジックカード、ちょっとスターブラスト、どこスターブラスト、どこ、ちょっと待って、どれ、あれこれか、スターブラストの効果発動、スターブラストの効果によってライフポイント1500支払い、俺は手札のイエローバブーンのレベルを3つ下げるぜ。そして手札からイエローバブーンを攻撃表示で召喚、そして俺のライフポイントは2500、つまりこのスキルを発動できる、スキル発動スパークブレイカー、さらにカードを、いや先にぶっ壊すべきか、まずはスパークブレイカーの効果発動、フィールド上のモンスター一体を選択し、そのモンスターを破壊する、スパークブレイカーの効果によってイエローバブーンが破壊、そして獣族モンスターが破壊された場合、このモンスターは手札から特殊召喚できる、現れろ森の番人グリーンバブーン、うわガチで意味わかんねそして封印の黄金室の効果を発動、封印の黄金室の効果によって敵から飛行エレファントをゲームから除外、さらに俺は手札からマジックカード王家の神殿の効果を発動、王家の神殿は1ターンに1度トラップカードをセットしたターンでも発動することができる、そしてこれによってデストラクトポーションの効果を発動、フィールド上のモンスター一体を破壊し、その攻撃力分ライフポイントを回復する、そしてフィールド上のモンスターが破壊された場合、飛行艇ワイゼルの効果発動、手札からこのカードを特殊召喚する、現れろ愚かなる人類を飛行艇の前にひれ伏せ、定められた運命を受け入れるがいい、飛行艇ワイゼルインフィニティ、うわーかっけー意味わかんねえこのデッキ、そして飛行艇ワイゼルが地上に存在しているレベル1のモンスター、そしてさらに俺はちょっと待ってあれ手順待ってこれこっち先、こっち先か、こっち先だ
ユニコーンの導きの効果発動。ユニコーンの導きの効果により手札を1枚除外することによって除外されている獣族モンスター1体を特殊召喚する。そして死のマジックボックスの効果を発動。死のマジックボックスの効果によってお前のモンスターを破壊し、飛行エレファントをお前に送りつけてやるぜ。そして手札からマジックカードインジエのルールを発動。意味わかんなすぎるだろ。この時意味わかんなすぎるだろ。そして座らなかったな。俺はレベル1のワイトルインフィニティにレベル6のラブラドライドラゴンをチューニング。チューニング。バカな、お前シンクロ召喚できたのか。モンスターをシンクロ召喚、いけ。冷たい炎が世界の全てをどうのこうの。ブラックローズドラゴン、モンスター効果ブラックローズ使える。うわさあ優勢殴れよ、殴れ、飛行エレファントで殴れ優勢。俺のことを殴ってみろ。説明しよう。飛行エレファント、このカードは相手ターンに一度だけ相手の効果では破壊されない。そしてこの効果を発動した次の自分ターン中、このカードが直接攻撃で相手に戦闘ダメージを当てた時、自分はデュエルに勝利できる。つまりこのデッキはこの飛行エレファントをめちゃくちゃめんどくせえ方法で送りつけてダイレクトアタックをしてもらい相手に勝っていただく、そんなデッキなのである。自分が勝つことを捨てた、まさに究極のネタデッキ選手権用デッキなのである。さあ来いよゾウさん、これがイエローバブーン、グリーンバブーン、ワイゼルを糧にしたスーパー飛行エレファント逆ワンキルデッキだ。うわマジでこのデッキ本当に意味が分かんない。ガチで意味が分かんない。さあどういうデッキなんでしょうか、セットデルタアクセル、なるほどセットデルタアクセル、私のターン、かっこいいな、さすがアンチノミだ。ハンナーそこそこいいですかね、無限の手札もしてるし、ああいいねいいね、とりあえずあの相手のデッキ引かせる必要ありますので、とりあえず、デッキ引かせるまでちょっと待ちますか。現れろ、おモンスターを召喚、モンスターフォースリゾネーター、なるほど、レッドウルフ、フォースレッド、なるほど、これはあれですね、レッドデーモンドラゴンがよく出てくるタイプの、シンクロ召喚の方法ですね。モンスターをシンクロ召喚、モンスターをシンクロ召喚、レッドデーモンドラゴン、なるほど。さあレッドデーモンズラゴン出てきた、魔法カード発動、デュアルサモン、はい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 、なるほどね、見せてやろう、はい、モンスターを召喚、モンスター、はい、チェンリゾネーター、おお、なるほど、私不思議動作と同じこのカードを召喚成功したらデッキからチェンリゾネーター以外のリゾネーターを特殊召喚、なるほど、ダークリゾネーター、おこれは813、これだからしかも原作こんな感じになったっけ、確かだから原作のこれスカーレットバーですね多分ね、モンスターを進化、スカーレットバー来た、バーニングソウル、え、これスカーレットのは確かね、なんかチェーンリゾネーターとフォースリゾネーターからだったと思うんだけどな、ダークリゾネーターか、間違えてごめん、白マジックボックスいただける、なるほどいただける、ほう、確か原作はあんな感じで出してたよ記憶はあるけど、さあレッグジーナス、ストライカーからのストライカーワールフ、なるほど、でカタパルトドラゴンで、あれですか、グリガンの構えですか、リミッター解放、グリガンブラの構えで、レグレーターオープン、ほう、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚、さあ何をシンクロ召喚していく、サガーディアン、なるほど、カモン、さあスターガーディアン来た、テックジーナススターガーディアン、さあスターガーディアンのモンスター効果、墓地のテックジーナスモンスターを回収できるストライカー、はい、で手札からテックジーナスを特殊召喚できる、テックジーナスワイルフはもう一回特殊召喚できる、なるほどなるほど、あこれでセットデルタアクセルまでいくのかな、シンクロフライトコントロール出た、リミッター解放、シンクロフライトコントロール来た、ブースター出た、かっこいい、来たパワーグラディエーター来た、ゴーゴー進化召喚、なるほど、これあれですね、刃物銃火器来ますね、テックジーナス刃物銃火器、あブレードガンダー、ブレードガンダー来るぞ、今ここに、あちょっとごめん、あの召喚工場がなんかうまいことシンクロ召喚工場とかぶんでるわけね、さあブレガン来た、さあセットデルタアクセル来た、さあセットデルタアクセルの効果によってレシポドラゴンフライが特殊化される、さあレシポドラゴンフライの効果で分解できる、さあ分解来た、ちょっと思ったね、セリフの音大きくする、来たトップクリアマインド、
レギュレーターオープン。オールクリア。無限の力よ、時空を突き破り未知なる世界を開け。ゴーで、カモン。ゴロテックジーナスハルバードキャノン。うわー、ちょっとセリフの調整が難しい大丈夫かな音。うわー、かっこいい。来たー、テックジーナス防体砲。テックジーナス現れろ。さあテックジーナスブースターラプターだ。なるほど、ブースターラプターのレッドロバ。なるほど、シンクロ召喚。さあレッドロバの方法は手札から。あ、魔法カード発動。あ、来い。お、モンスターをシンクロ召喚。すごい。あ、すごい。モンスターをすごい、この盤面。なるほど、これあれか、夢の集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光さす道のりアクセルシンクロー。手札から魔法カード発動。うわかっけえ、ガチでかっこいい。攻撃だ、すごい。スカーレットハルバードシューティングスター盤面。なるほど、これすごいね、チーム 5Ds の絆の力大集結って感じだね。すごい、この盤面めっちゃかっこいいわ。これ採用だな。